フランシスコ・ハビエル・ガルシア・ゲレーロは、スペイン・マドリード出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。レアル・マドリードの下部組織出身。1996から97シーズンは、レアル・マドリード B で、セグンダ・ディビシオンの24試合に出場して6得点したが、クラブは、セグンダ・ディビシオン B に降格した。1997から98シーズンは、 セグンダディビションのレアルハエンにレンタル移籍したが、ほとんど試合には出場せず、またもや降格を経験した。その後、アルバセテバロンピエに完全移籍し、2000から01シーズンにはセグンダで14得点した。2001年にはラシン・サンタンデールに移籍し、10得点でプリメーラ・ディビション昇格に貢献した。2002から03シーズンには15得点した。 これが現在までの最高成績で得点ランキング7位に入った。ラシン・サンタンデールでは4シーズンで44得点した。2005年にはセルタデビー後に移籍したが19試合中16試合が途中出場でシーズン無得点に終わった。その後加入したレクレアティボ・エルバでは途中出場がメインながらも2006から07シーズンは7得点。 2007から08シーズンは5得点とまずまずの成績を残した。2008から09シーズンは、ハビエル・カムーニャスラの控えとして2得点したが、20位でセグンダ・ディビジョンに降格した。2009年夏、セグンダ・ディビジョンの UD ・ラスパルマスへ移籍した。2012から2013シーズン終了後、契約を1年残していたが現役を引退した。 引退後もクラブに泊まり、マッチスカウトを務める。ありがとうございます。